つの能力しか鍛えられない縛り絵観覧やっていきましょう。極み高校ぽい。前回はですね、茨城の地区大会を見事クリアしましてですね、甲子園も1回戦突破ということで、すごくいい流れで来ております。現在の極み高校、はい、本日は夏の甲子園大会2回戦ということでね、ここ全国制覇することによって総局やりたいですね。石川に、石川何つけようか。変化球かな。変化球か。相手は香川県三木商業。当たったことないな。そうね、編成側は。おっと、漢字が3333333。かっこいいかっこいい、家紋みたい。333。こっちだって家紋だぞ、外国の。よし、ナイス三者凡退。石川いいですね。うん、転生ですね。もう一人転生が動いたな。相手のピッチャー転生137キロの DC、 高速スライダーにスラーブ持ち。甲子園なんで能力見ていきましょう。清水くんバランス取れてますね。パーどうした、石黒、呼吸どうした、柳田、総力どうした、ギターですね、西脇くん呼吸どうした、佐伯さんですね、転生 OB 佐伯さん、ステータスバランスいいね。呼吸どうした、ミートどうした、呼吸とミートどうした、ムード×ベンチには入れないよと。こちらの注目選手、本日は井上、アベレージヒッター、しっかりとねフルスイングをする攻撃的総力極め。今日も勝ってたら10割のとこ勝つべが出るかな。勝つべはね出したいね。もう正捕手決定だからね、秋から。ああ出したいですね。ずっと代打で温存しておいて、本当に3年間さ打率10割にして終わらせてんだけど、うん、まあ打率10割に勝ちねえから。井上くん一番バッターでパーヒッターみたいな感じになってますよ、あなた。だからすごいんですよね、やっぱりフルスイング。一番から相手はね、ホームランもね警戒しなければならない。先頭打者ホームラン、ナイスナイスナイス。これピッチャーなえるよ。おっとおっと、石川くん、石川くん総局になりたいだろ。誰だろう、ランナーは。ランナーは下位打線の石川っぽいな。盗塁1だもん、うん、石川なんかなんやかんや出るんだよね。アウトコース狙いでいきましょう。パワー系の特能を持ってないのに確定弾打ってるというこの技術、不調という中でこれを打てる技術、センス。いや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 、抜ける抜ける、いい当たりすぎる。もうこいつの打球は打って見てて気持ちいいでございます。次スクイズですね。佐藤か、佐藤か。おっと、ホームラン、矢口。ちょっと打たれ気味だな。ヒット数はね負けてるからね。井上拓実2打数2安打。またランナーが石川ですね、こりゃ。まあこれは行こう、サイクルヒット。ほら、あ、走れ、あ、拓実、なんだ、いいピッチャー。打球反応いいね、さすがプロ。栄冠ないんでサイクルヒットするとなんか能力もらえるかな。おー、何もないからな、特能がサイクルの。さあホームラン打っています、矢口、グランドスラム達成。いやいいね、高速盗塁だな。佐藤が盗塁のまさかの2ストライクからですね。いや、ノースリーから。あ、ノースリーからですね。流し打ち、投げた。あ、打っていい、打っていい。お前は今日打てるからな。君はどこでも何でも流し打ち。決まってストライク。3割に行きそうだけど全然行かない矢口。4割台でフィニッシュ。何やってんねー。スリーボールから急成長、まだまだ急成長かーい。ということで、この方法を身につけてますが、君はセンター返しなんです。確定弾、いやそこやろうが。大きいスライダーですね。左バッターちょっと背中から来る感じで嫌そうですね。ちなみに対左 B 持ってますからなあ。さあこちら、前回ダメだったのかな、確かね。浅井くん、お祭りとかまあいいでしょう、使わなくて。本当顔でかいなお前ら。ビッグフェイス、それでビッグフェイス。4割3分8厘すごいですね、本当。1から5番の、あ、今は違うんだ。3年生、風、落ちろ、ぜぜぜぜ、うわ、風。あ、これは逆に風で、全部芯に当たってるんですけどね、飛ばない。4点リードじゃ中野は出せねえぜ、あいつはまだまだ赤ん坊よ。バブあー、おホームランナイス。え、石川、石川勝手に才能開花。確かに勝手に才能開花したのか、あいつ。サイクルヒット目指して頑張れ。まだ回ってくるでしょうということで、闘魂を抑えておきます。まだ来るよこれ。宇宙間、宇宙間でスリーベースヒット。右バッターにずっとしてのがいいわ。なんかひよってね、セーフティー狙うために左とかにしなくてよかった。今佐藤がそうやれって言われてるところだけどね、打てねえから。
あいつは打てる佐藤じゃないな、あのバッターじゃないからな。右の1番ってかっこいいわ、信頼されてる感がある打撃面を。お、これをね、内野安打丸、内野安打、内野安打乗ってない。スリーアウトチェンジ。ピンチ7回裏ツーアウト。ところで石川くん、いや奪三振すごいなお前。さすがの奪三振持ち、ものすごく励まします。中村最近ね、中村の魔物出すの忘れてるからね、ちょっとね忘れないようにしなければ。コールドないからね。スタミナ2段階上げてスタミナ A、 175キロだからもう万能ですよ。よかったなお前は、双極の資格を得たぞ。まあ双極にしなくてね、万能練習にするっていう手もね、あのありだと、ありだと思うけどね。誰がいるんだ他に、誰がいるんだろうね他に。まあ、佐藤とかのチューリオ世代だよね、やっぱあそこ2年生といえば、ね、遠藤、佐藤、加藤。加藤はダメだ、サルコジキヤミだから。さあ6球目投げた、はい、OK、抑えた。遠藤、まあ遠藤を守備とミートっていうのもあるよと、総力です。でももう万能だしな、なんか思うんだけど、総力キヤミになったやつってあまり対戦してない気がするんだよな。普通に万能の方がいいんじゃねえかな。だからもうこいつを鍛えたいっていうやつがいいんですよ、杉井ですね、もちろん。でもほら616だぜこいつ、ミートエスパーエスだから星がすごいよ、 S だから S2 つあるから。もう一伸びしてもらいたいんですけどね。はい、おい、なんでそれ打てないんだい杉井。はい、君って本当に天才。外れた。第4球を投げました。凡人だな、そのヒットは。それアベレージヒッターですね。強振指示なのに変なもん覚えさせちゃったかな、ミートは。浅井君調子悪くない、浅井君。さっきもいい当たり打ちましたけどね。ドン、ナックルボールだって。そんな高が曲がらない、落ちないナックルなんて投げて、どうせキャッチボールで投げるような遊びのナックルだろお前。俺もやってるよ。ナイスバッティング。わお、弾道極みとは思えない低い弾道。だからお前弾道極みなの。あー7点差、これはなかなか出せるな。遠藤君、お前は打ってんのか、打ってるぞ、走るぞ。浅い走ります、ナックル来たー。おかといいね。さあここで遠藤君、お前のねちょっと役目、まあ、流し打ちで行ってもらおうか。第2球投げました。はい、決まったストライク。それを打たなきゃな、遠藤まだホームランが1本もありません。守備極み、守備極み。まあ、そういう時のためにね、森岡さんがいるわけで。打ってないんですよ森岡さん、一撃もあります。本当に万能覇者になっちゃいましたね。どこでも守れます。キャッチャーやったことなかったですけど、前世はできますね。3割7分2厘の打率も立派ですしね。マジで打ちに来てよかったよ。打ちに来て対戦したよ君は。ジミー森岡からなんで来たんだろう。変えたかったんでしょ、やっぱり前世と同じことにならないように。二度目の人生は高校を間違えたんだよきっと。はい、これですナイスナイス。ここ合ってましたね。でも私生活もあれだからね、サブコーチだからいろんなところやね、多分部活たくさん入ってる。第9ランナー走った。二刀流しね、二刀流しね。さあお前一撃見せろい。フルスイング加藤、第2球投げた、それだフルスイング加藤、フルスイング加藤です。2本目のホームランです、素晴らしい。一番最初の打席でホームランが出てませんでした、フルスイング加藤。久しぶりにこの快感味わったんじゃないですか。やっぱりお前強振だわ、なんか精密機械ついたかつくからよくなっちゃったからさ、ミート指示してたけどやっぱ強振だわ。はい、バンバン打たれる中野入ります。1年生1年生経験経験。先輩方バンバン打たせるんでお願いしますって言ってくる。本当にバンバン打たれるやつ。さあラッキーボーイの方、いいね、打たれ強さ持ってるのはいいわ。さあここはゲッツー体勢を取ります。144キロ。まあでもね、前回はねバンバン出れた回はあの守備も変えてたから。確かに今守りバックは強いぞ。第6球を投げました、ゲッツー、はい、ゲッツー。なかなか自分で行く。守備極み遠藤、素晴らしい。どうじゃないか、さっきのあのピッチャーに感化されたんだろうな相手の牽制投手。さあここ、さあ拓光やっぱりもう一塁回ってきましたね。吹っ飛ばすんですよね、闘魂使った時の拓光は。闘魂使った方が送球より強いって言ってる。闘魂ってマジ強いよな、パワー100だもん。でプルヒッターもあるからね。投げました、あ打ちました、高ー、おー風風源田くん、あ出ました矢口。まずは盗塁だけはできるね、ちょっと走ってこい矢口。さとぅ走った後にあのそのままあの戻ってこい、タッチされてアウト。精密機械を使いまして大体です。行くか勝部、
1年生よりもみんなが見たいのはお前だろ。もう明らかにもうこのベンチ陣の主役をお前がもぎ取ってった。打率10割勝つべ。ホームラン持ってる。強心臓持ってる。超いいな。引っ張りだ。いやまさかまさかね。ナックルボール、インコースに来たやつをフルスイング。投げました。うわ今の今の勝つべはね、顔もいいし打ち方もいいんだよ。勝ち組やん。あれ、あ追い込まれてた。ごめん勝つべ、カウント伝え忘れてたわ。ごめん勝つべ、10割ぶっ壊れたんですけど。投げた。お天才すぎー。伸びろ伸びろ伸びろ。風が悪いな。天才すぎ、ホームランがなかなか出ません。そんな歌詞あったよね。私の顔は神様が左手で書いてる。ここだったら勝つべー。ナイスボール。おっと中村くんはどうでもいいです。特能が増えない。おお石川キレマルになった。ナイスナイスナイス。合宿でつきようつきようとか言ってたのにつかなかったやつ。キレまでついちゃったらマジで双極変化球の可能性がありだね。正直なスタミナもコントロールもまだ少し上がってほしいんで、万能の時期をもう少し欲しいです。強えな特能が。伸びがいい加減で増えろ。ちょっとは経験値増えろ。お待たせいたしました。乗りに乗っちゃってますよこっちの高校。新潟妙高学院、会ったことないな。新潟行ったことあるけどな。あれでもなんかこのユニフォームは見たことあるぞ。あ新潟行ったことないわ。新潟は行ったことないね。行ったことないわ。地区違うわ。関東地方の次に行くかな。誰だろうな。なんか転生っぽいのはいないっぽいけど。2アウト1塁。今日の注目は杉望月くん。148キロの CT フォークサークルチェンジ。特能なし。鈴鷹、お、いた。漆原先生プロが一人投手陣で漆原さん。赤徳ひどいね。さあ相手の野手見ていきましょう。ミート強し。ベンチに一人転生プロ滝沢さんですね。なかなかいい能力。走力守備力やば。とりあえずランナー走りますと、まあ、ランナーどっちか見てないですけど、井上拓光か佐藤、どちらも走力カンスト状態の極み。キャッチャー肩強いけどピッチャークイックいいでした。危な、違うわこいつ4番だから。矢口だ今の。危な危な、なんか顔でけえなと思ったんだよ。やべえ間違えた。危ねえ。まあでもできることがね発覚しました。よかったよかった。さっきの試合は口角でバチン打ちました。センター返しはなんかアベレージヒッターします。どっちがいいですか。センター返しでホームランやろ。第2球投げました。ストライク。今回ちょっとなヒット覚えちゃったんだよな。フルスイングしてもらいてえのに。第3球を投げました。チームプレーバツになってほしい。フルスイング強振対応。投げました。打ちました。あーよくない当たり。セカンドこれは守備範囲。やっぱ流し打ちかな。もう広角縛りかなお前は。これちょっとあれだね、あのアタリバー監督と2泊3日の2人旅した方がいいね。最悪だな臭そう。あのそうすればあの性格映るから。ホームラン浅い。浅いです。前の試合ねちょっと元気なかったですけど。ナイスです。石川がなんかバンバン打つんですけど。なあなあセンターが好きやねあんた。じゃあ打ってくれれば文句ないよ。それい。それ当たんなくなっちゃったのまずくない。3年生のスランプってやつ発揮しちゃう。次もそれい。どうしたどうした。それ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 い。流したいらしい。勝手に流した。やっぱ流しやな。あれ流せるんだったらどこでも流せるもんね。さあ次が浅いなんですが出ませんでした。ちょっとピンチ1点取り返されました。まずいね。繋がんねえな。ランナーナイス。さっき盗塁成功した。おかえる矢口です。盗塁に。さすがに厳しい。じゃあ流し打ちしてみろよ。いや流し打ちでしょここはもう。やっぱ高額打法持ってますし。いやそれだろうな。そういえばお前結構やっぱり地味だったっちゃ地味だから、あの教会に行くとかそういう話は一切出てこなかった。全然なかった。打ちました。インコースただただフライ打ち上げるだけ。これ強いんだもん教会で。あ普通に打ってるからね。お森岡さんがエラーで出塁かとうか。バントできないの痛いな。走れそう森岡さん。うん警戒されてたか。大丈夫。危なー。ここはバントですね。場面がバントしてスクイズだろうな普通にやるなら。代打ってことかな。じゃああ違うわお前散歩時極みだ。パワー極みでも何でもねえわ。普通にバントできるわ。送りバントします。成功しろよ。うまい。うまい。走れ。うまい。走れ。あうまいこれお上手。いけー。ナイスラン。あとは盗塁は厳しいかな。さあスクイズの時間だけど2です。何球目にしますか。いやもうね何やかんや1球目って普通に甘いんすよ。おっあいつ何回失敗してるスクイズ。こりゃまずい。
パワー上げて闘魂卓光フルスイング見せてくれ、流れを変える逆境を変えてくれ。でも発動はしてない、負けてはない。逆境だと思って思い込んで、思い込み思い込み思い込んでます。いいパワーいいパワー、今10対0で負けてると思ってます。すんごい逆境、やっべー、ここで打たないと発展さえしないとと思ってます。第4球を投げました。さすがの井上拓光発展さーん。あれ全然違かった能力が下がる。よし思い込みだ、つまりあれだ、ピッチャーも奪三振毎日毎回ついてると思うよ。結局ね、野球っていうのは気持ちなんです。貴様ってやつは異国のやついねえからな。今日も奪三振11、素晴らしい投球。まあ、君は本当に奪三振ついちゃってるからね、思い込みもクソもなく、でキレも上がったんでしょ、すごいよ。第9わお、でもなんか伸びがないなって感じるね、やっぱり音がね、なんか違くない、重い球がないからかな。これで追い込みました。次が4球目、はい、どんつまり。いやマジで、あの鉄の棒ぶっ壊れるで。いいですね、175キロになって重さが出てきたよ。175キロでやっと重さ出てきた、伸びがないからや。淡々といきますね、今回の試合は。お前の打ち撃がないとやっぱさ、最後に動画で見せよう、広角打法。第9初球フォークボール空振り、いいよいいよ、そこわざと空振りでしょ、インコースも狙ってる、ああフリしてるんだよな。で外角届かないよと思ってバーンって打つんだろ、分かってるよ。ホームラン来い、それだそれだそれだ、よいしょよいしょ、ちょっと逆風だ逆風だ。風を恨んでくれ、ここ使いましょうか。中村君、そう、打ち気持ってる可能性や魔物持ってる可能性がある中村。すんげえ最近出番ないからね、貯めといたでしょ十分。もうやばいです、もう今溢れてそうです、ブワーッ。いやあ溢れてる魔物ナイス、あの観客たちもね、あの魔物にかかりました。弁当とか取るときに取れません。10割の男終わってしまいました。勝部強心臓持ち、頑張れ、このまま全部打てば9割ぐらいにはいくと思う。いや今の打たなきゃ、どうした勝部、分かんなくなっちゃったか。第3球を投げた、よしよし、それ見逃すのはいいことよ。インコースをフルスイング、第4球をそれだ、いやいいバッティング、ナイス、絶対打つべ、素晴らしい。そう、なんであの時出しちまったんだ。いやいや出ていくから今後も。今日は、カット打ちのホープと言われております弾道極み山本、やつ感ついたんだよね。そうだ、弾道極みなんで転がせ使えません。インコース、あんまり魔物と相性良くないですが、最近出番があんまりないということでね。投げました、高め外れても、まあ、前も数百万人に1人のね、あの覇王色の威圧感持ってますから。天が割れたあ、こんなレベルだから本当、あの天が割れたぐらいの、本当に天が割れたんじゃなくて、あの天が割れた天がグッズの方です。こいつカット打ちでやっと打ってたね、フォーク使われてたから。ああ打ったね、魔物使われてたね。森岡はいらないです、いらないって言い方悪いだな。森岡のね、次を担う天性 OB、 キャラが被ってんですよね。ジミー森岡からジミー小池、ジミーの名を継ぎます。サブオブジキャミ全く同じだよ。あれまだ卒業してなかったのこの人って感じだよ。全く同じ、聞き手だけ違うね、名前も覚えられないし、もう本当に投げました、ストレート見送って第4球を投げた、もうもっとダルビッシュとか、あ、ヤシだったらね、中田翔とかね、その辺なんかね、投げた、打った、ズドエーン、あ、バグだった、ズデーン、アウト、今日1年生をせっかくなら出したい、あんたもいるじゃないですか、俺が食いメガネを上げる音、まあ、言ってないんだよ一本も、うるさいな。出てみろよじゃあ、ピンチヒッター、やれやれ、監督はまた出し惜しみして俺の力を知らないようです。さあ持ち前のファイト、当たらないファイト、ダメだこいつ。第9投げた、打った、いいよね、第2球投げた、なんだろう、勘違い男、まあ、普通のレフトぐらい打ちやがって、危な、ボールが点々と転がっている、どうする、5点ですが、石川正直5点じゃ怖い、中野はきつい、まあ、じゃあ石川を出しつつ守備で石川を入れるって感じかな、中野に変わって、うん、なので石川打てるしね、大体。第9投げた、ここは転がせばいい場面、石川はそのまま継続で第3球を投げました、おお、いい当たり、月岡より飛んでるんですけど、取られた、2アウトまでは変えられないですね、前回と同じく、あの守備が弱くなってますから今。なるほど、第9なんて読むんだ、投げました、初球見送った、第3球を
投げました。低め取れるよな。一二塁間の当たり抜いていった。鈴木いいバッティングを鈴木でした。あ読めるか。投げた。取るかげっていうのもあるんだぞ。これは取れますね佐藤。飛んでいきます。投げた。初見。よいしょ。おお早い。三振するか関係ないっす。皆さん守備の皆さんもベンチに戻ってよろしいっす。あの効果 の, あの歌でも練習しててさあファーストファーストはピッチャー取れるよさすがによかったよかったよし危なげなく夏の甲子園をバン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 勝っておりますねこれ山本の弾道はカンスト素晴らしいですねこ 3段階上がった総力杉矢口が弾道上がりました中野くんは上がってない五箇所のカードね聞いたことないなどこだろう京都あたりだな